損して得取れは本当なのか。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。日本には損して得取れということわざがあります。損して得取れとは目先にとらわれずに利益を取ることを言います。そこで今日は損して得取れについて分かりやすく解説します。初めは損してもそれをもとに大きな利益を得るようにするのがビジネスの基本です。まさに損して得取れの思想と言えます。マーケティングの世界ではフロントエンドという言葉がありますが、これは無料または低価格で提供できる集客のための戦略的な商品のことを指します。別名オファーとも言いますが、相当なお得感がないと無料とはいえなかなか申し込んでもらえない、そういった意味では決して儲からないのがフロントエンドだということなんですね。しかしビジネスで一番難しいもの、これ最初の取引を始めることで、最初の取引は損をしてでもやった方がいいということになります。損して得取れということわざはもともとの語源となったのは得ではなく得、これね、漢字でね言わないとダメですよね。漢字の得っていうのは行人弁に火を書くっていうのがありますよね。で、もう一個は行人弁に徳を積むの徳ですよね。まあこの二つがあるんですけど、後者の方ですね。で、損して徳取れっていうね、説があるわけなんですが、徳とは、優れた品性、一般的に良いとされている能力とか性格のことです。損ない役回りであっても人のために努力していれば、将来的には周囲の評価が高まって社会的に自分の価値も高まっていくという意味が込められたことわざだったと思います。このような行動を心がけている人も多いでしょうが、しばらく続けても見返りがないと、このまま続けても自分の評価は高まらず、結局自分が損をするだけではないかと考える人、それも多いんじゃないでしょうか。弊社のようにコンサルティングとかコーチングを行っている企業の中には、個別相談などの無償のアドバイスをしても顧客になってくれないのではないかと考える人もいます。しかし個別相談や無償のアドバイスをしなくなると、相談自体がなくなってしまうというのが現実なんですよ。無料で心よくアドバイスしているときは、あの人は一生懸命考えてくれるという評判が流れて、講演とかセミナーを間接的に紹介してくれる人も現れます。ところが見返りがないと打算的になった途端、そういう仕事もばったりなくなるから、人生っていうのは不思議です。内藤義人さんの月の絶対法則、嫌になるほどうまくいく最強の心理術っていう本がありますが、この本には面白い事例が掲載されているので紹介しましょう。コーネル大学応用人事研究センターの J.W. ブルデューっていうね、研究者がいるそうです。アメリカの管理職1万人、ドイツ、スイス、フィンランドなど9カ国のヨーロッパの管理職1万人たちにアンケートを実施し、彼らの年収及び成功体験、これね、昇進の回数ですね、これを予測する調査を行いました。その結果、彼らの成功を一番よく予測できる変数、これなんとね、人当たりの良さだったそうですよ。つまり人当たりのいい人ほど仕事で成功できるってことなんですよ。例えば知っていることや様々な情報を駆使して楽しい話を惜しみなくできれば、人当たりのいい人間だなっていう評判が立ち、ビジネスチャンスは広がっていきます。打算的に考えて自分の知識を出すのをもったいぶってると、人当たりの悪い人間になるので、これ注意必要です。短期的には少しくらい損しても構わないというくらいの気持ちでいた方が、かえって人当たりが良くなって、それによって仕事も うまくいくようになると思います。アドラー心理学、あなたが愛される5つの理由精神科医によると、アドラーは人に好かれる人についてこう語っています。紹介しましょう。人に好かれる人には共通して見られる特徴がある。それは相手から何かを取ろうとするのでなく、むしろ自分から相手に何かを与えようとするのである。
私たちは与えてくれる人が大好きなのであって、そういう人と付き合いたいと思う。ケチな人は人とうまく交わることができない。ケチな人は自分から何かを与えようとしない。そんなことをすると自分が損をしてしまうことになり、損をすることは彼にとっては許せないことだからである。まあアドラーはこんなことを言っていますね。与えることは幸せに通じる。そして与えることとは人当たりの良さに通じる。ビジネスの現場でもこれ重要なことなので肝に銘じてください。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって私長谷川が様々な視点から経営に役立つ情報を収集分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。